浮船は、農学における農の演目の一つ。武家の歌人であった、横越元久と世阿弥の合作になる。終身女者に分類される。諸国一軒の僧が、京の都に登ろうとしていた。宇治の里に着いた時、ある里女が、我が身の境遇を嘆き、その原因となった昔のことを嘆き、長い行く末のことを神に祈るのが良いだろうかと思っていた。旅の僧が、 女に、この宇治には昔どんな人が住んでいたのかを問うと、浮船という女が住んでいたというが詳しくは知らないと言う。そうは、それは今もよく知られる、源氏物語のことだと気づき、さらに詳しく聞こうとする。すると、宇治の名前すら聞きたくないという人もいるのにと、難色を示しながらも話し始める。女の話では、浮船は、 カオル中将が思いを寄せていた女性で人柄も良い方であったが、兵部教の宮が忍びて、会いに来て、それ以来深い仲になったという。浮船は二人の間でどうして良いのか、思い悩んで死んでしまいたいと、ついに行方がわからなくなったという。そうは、女に、どこに住んでいるのかと、うと、おのに住んでいるので、とに行くときに寄って欲しいという。自分には、物の毛がついており、 法力で救ってもらいたいので待っていると言って、姿をくらました。うは斧に来て、今宵は草むらで、浮船のとぶらいをしようとする。すると、浮船の霊が現れ、死んだ後も、同じように悲しみが絶えず、僧の法力に頼るしかないのですという。そうして、昔のことを思い出し、浮名が世間に漏れるのではないかと思い悩み死んでしまいたいと思い、ある夜、 宇治川に受水しようとつまを開けると、誰か知らぬ男がやってきて誘っていくと思いきや、それ以降自分がわからなくなってしまったという。浮船の霊は、生前は朝ない奈に祈っていたが、そのおかげか観音の慈悲により横川の想図に助けられ、小野に連れて来られたという。そして火事疑により物のけも覗かれたが、それでも昔の方々が夢に現れていたという。そうして今、 こうやって、弔いを受け、終身も晴れて、塗卒圏に生まれることができるのが嬉しいというや、すでに姿はそこになく、風が吹き残っているばかりであった。源氏物語49条の、宿り木から54条、夢浮き橋に登場する架空の人物浮舟船を、題材に制作されている。猿楽団儀によると、守護大名、細川光元の家臣、横越元久が制作し、 不死を世阿弥がつけたとされる。世阿弥は、三道で、本局を、浮船の付き物と呼び、助隊の脳の作品の中でも、玉の中の玉と高く評価している。猿楽談義では、持参する、木ぬたに被験する脳として、本局を挙げている。世阿弥による脳差の書、梅原武史&、関関よかず2013、P56。ありがとうございます。